和歌山電鉄紀勢川線の存続を目的とした有志団体の取り組みがこのほど地域再生対象を受賞し、これを記念したプレートの除幕式が今日行われました。除幕式は今日和歌山市の和歌山電鉄紀勢川線和歌山駅で行われ、小島光信社長や久駅ウルトラ駅長の二玉がプレートを除幕し、地域再生対象の受賞を祝いました。 地域再生対象は地域の魅力を高める活動に取り組み成果を上げた全国の団体を応援することを目的に共同通信や全国の地方新聞社などが平成22年度から実施しているものです。 今回、大賞を受賞した和歌山市の有志団体、岸川線の未来をつくる会は乗って残そう岸川線を合言葉に地域住民に廃線のデメリットを訴えるなど官民連携で、沿線の活性化に取り組んでいることが評価されました。 また数字の2が3つ並ぶきょう2月22日は猫の鳴き声のにゃんにゃんにゃんとかけて猫の日とされていることから和歌山電鉄では名誉永久駅長の玉と煮玉をモチーフにした陶器の置物にゃんにゃんータ玉を新たに作っていてきょうからペア税込み2200円でイラキソ駅と串駅などで販売しています。